続いての質問はこちらです。とても嬉しいことがあったとき叫ぶとしたら何と叫びますか。とても嬉しいことがあったときに叫ぶとしたら土田プロは何と叫ぶでしょうかと。わーいわーい、なるほど、わーいです、わーいです。勝ち逃げはこの私が許さない。皆さんこんにちは、麻雀遊戯王の時間です。私麻雀大好きアシスタントの魔女の金渚です。よろしくお願いします。そしてこんにちは、イーピン君です。そしてはい、麻雀連合の井出陽介です。よろしくお願いします。さあ今日も井出プロにゲストに来ていただきます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、そのイデプロにお聞きしたいんですけれども、はい、イデプロはですね、昔から仲のいいプロ雀士の方っていらっしゃるんでしょうか。うん、結構いますよ。何しろ古いからね。まあ、はい、まあまあ、確かにいっぱいたくさんいらっしゃいます、ね、うちの団体とか、はい、マージャン連合に限らず、はい、最高予選の人でもプロ連盟の人でも昔からいる人は結構知ってる人多いですからね。なるほど、はい、その中で、はい、じゃあ土田幸翔プロ、はい、土田さんとも仲いいですよ。っていうかもう古い付き合いですね。なるほど、なるほど、はい、土田プロって普段どんな方なんですか。一回ゲストに来ていただいた時は、うん、とても弾けた方だなっていう印象。ある時からキャラを変えたみたいでね。昔はね、麻雀界のプリンスとかね、貴公子とかね、結構そういうキャラでね、おとなしくしてたんですよ、はい、ところがある時から解説とかなんかやるようになってからかな、はい、もう弾けまくりですね。そうですね、はい、ゲストで聞いていただいた時もすごい弾けていただいて、うん、あ、こんなにも元気な方がいらっしゃるんだって。いや本当に完全にキャラを変えました。あ、そんな言い方されるとキャラだったのかなってなっちゃう。だ、昔は本当おとなしかったですからね。そうなんですね。意外ですね。意外ですね。で、きっとだ、本当はああいう風にしたかったんだろうけど、その昔の頃は自分の期待感というのはそっちじゃないと思ってて、おとなしくなさっていたかもしれませんよね。なるほど。今の方が本物というか、今が彼らしいのかもしれないですよ。なるほど、はい、なるほど。まあそうですよね。最初の頃はちょっと隠して無口でちょっと隠れる、割となんかしかもハンサムですね、背が高くて、うん、そういう貴公子みたいなイメージだったから、あんまり弾けたことできなかったかもしれない。なるほど。なるほど。いや、そんな頃から土田プロを、はい、まあ、知っておられる、はい、ということはですね、はい、今回の企画はいけるかもしれません。なるほど、はい、だいぶそういう見てるけど、はい、この番組この間もね、僕も参加させたけど、あ、きっと当たんないと思います。あ、もうすでにピンときていますね。そうです。では今回の企画を発表します。今回の企画はクイズ土田さんということでございます。さすがですね。じゃあ、まあね、改めてルールだけご説明させていただきます。はいはい、井出陽介プロはですね、土田幸翔プロと非常に親しい間柄にあるというお話、今聞きました。もう昔のね、プリンスだった頃も知ってると。ただですね、そんな土田プロを本当に理解しているのかどうか、今回は確認させていただきたいと思います。ということで、土田プロご本人にご協力いただきまして、さまざまな質問をしてきました。親しい井出プロであれば、土田プロの考えを見抜き、全問正解できるはずと。そして、全問正解して、土田王を獲得していただきたいと思います。相当難問だと思いますね。難関というかね。そうですね、今までのプロ雀士の方は、結構ストレートに答えていただいたり、素直にお答えいただいたりすることがあるんですけども、土田プロはどちらかというとあのキャラクターだから素直に答えていただいてるのかどうかっていうところがちょっとありますね。かなり受け狙ってんじゃないかなみたいな可能性はありますよね。それ読まなきゃいけないんだよね。そうですね、はい、そういうのを読んでいただいて、はい、正解していただきたいと思います。はい、はい、では早速いきましょう。まず最初の質問はこちらです。土田幸翔プロにいくつか質問したいですが、よろしいでしょうか。いや、ここなんですけど、いきなりこれか。すごいなぁ。だって暴かれていくわけでしょ。そうですね。はい、いいですか。はい、はい、お願いします。怖がってる。土田幸翔プロの好きな飲み物は何でしょうか。一瞬バグ、なんかすごいムンってなった。早速のフルスロットルでお送りしております。土田プロすごいですね。そうなんとか。はい、そんな土田プロに好きな飲み物を聞きました。さあ、土田プロは何とお答えいただきたいでしょうか。なんだろうな、お酒飲まないからね、彼はね。あ、なるほど、なるほど。お酒全く飲まないんですよ。全く、うん、そうなんですね、うん、
となると何なのか、はい、じゃあ何級になるんだろう、あの少しひねって、はい、ペリエ、ペリエ、あーなるほど、なるほど、おしゃれ、ちょっと土田プロ答えそうな感じしますね、なんかねちょっとおしゃれな感じで、はい、どうでしょう、はい、見てみましょう、はい、正解はこちらです、水ですね、あっ次は当たりじゃないの、水、おいしい水、水ということでですね、美味しい水って言ってたんで、うん、ペリエ正解かな、正解ですね、正解ですね、はい、やりましょう、やりましょう、はい、はい、あ、1個クリアしたから、はい、素晴らしいですね、そこがないんでね、はい、とにかく、うん、そこがね、それ分かってた分だけ、うんうん、いや素晴らしいと思います、ただあの水だけだったらどうかなと思ったんですけど、うん、最後に美味しい水って言ってたんで、あ、それちょっと、ね、見事にね、はい、ペリエがなんとか引っかかったんですね、入りましたからいいと思います、あ、よかった、はい、水は予想できないですけどね、こうやってうんってなる水ってあんだけ言ってて、はい、いやでも早速1問正解しておりますからこの感じでいいと思います、はいはい、続いていきましょう、続いての質問はこちらです、好きな色は何色でしょうか、普段いつもピンク着てないけど、プロの好きな色ですね、イメージはある、はい、あ、ピンクのイメージ、まあ、イメージだけど、はい、好きな色はと聞かれたら何と答えるか、はい、黄色、黄色、あ、なるほど、ピンクじゃないんですか、うん、なんかピンクって言わなそうな気がするあ、ひねりモードになっちゃったかもしれない、あえてここはピンクを避けてくるんじゃないかということですね、そうそう、わかりました、はい、では見てみましょう、はい、正解はこちらです、ピンク、あははははは、そっか、本当に素直でさあ、僕は失敗したね、ストレートでしたね、ストレートにピンクでございました、あまりにも単純でしたね、はい、まあまあ本当に好きなんでしょうね、ピンクが好きなんでしょう、はい、でも似合ってますからね、いつもピンクでね、はい、なんか確かにそうですね、言われるとイメージがありますね、はい、思ったよりもしかしたら素直なのかもしれない、そうだね、じゃあこれから素直モードも入れますね、素直モードも入れなきゃいけないな、見てみましょう、はい、ということで続いての質問はこちらです、好きなことわざは何でしょうか、難しいんだよねこれね、好きなことわざは何でしょうかという質問でございます、これはちょっと難しいかもしれない、ちょっとこれ考えさせてね、はい、好きなことわざ、大丈夫でございます、なんだろうね、彼の場合ね、そいつは筋で重なるとか、それ、彼はそういうこと言う人だから、マージャンに絡めたような、トイツ、トイツ王子だからね、そうです、ね、でも実際はねえ、なんだろう、豚も立てりゃ木に登るじゃないや、なんだっけ、そんなあったよね、そんなのあったよ、ね、なんとかも立てりゃ木に登る、はい、それにしましょう、わかりました、うん、豚も立てりゃ木に登る、わかりました、では正解見てみましょう、正解はこちらです、犬も歩けば飛ぶんだ、ちょっと惜しいな、今ふっと思われてる感じ、降りてきたということでですね、正解は犬も歩けば棒に当たるなんですけども、なんか近かったですね、なんか近かったですね、なんとなくそういうイメージだ、はいはい、動物から始まって、一回木っぽいものに行って、そうなんかで近かったんですけど、降りてきたもの一緒だったのかもしれません、ただこうチャンネル割ってる感じがしますね、だいぶいい線行ってたから、まあいいでしょう、はい、さあ大きく外れておりません、そう、この感じで行きましょう、はい、続いての質問はこちらです、行ってみたい場所はどこでしょう、具体的にでいいんですか、あ、いいですよ、はい、さあ、行ってみたい場所、具体的にいいんですかという質問が来たので、おそらく具体的に地名だね、これは地名ですね、はい、オーストラリア、オーストラリア、あ、そんなこと言われたことがあるんですか、なんとなく彼が行きたそうな、なるほど、あ、なんか海、他にもなんかどっかの島かもしれないな、なんとなくじゃあ国で行ってみたらオーストラリアかなみたいな、国で行ってみたらオーストラリアですね、海だよな多分な、なんとかとか僕細かいとこ分かんないからオーストラリアにしちゃいました、はい、なるほど、分かりました、はい、では正解見てみましょう、正解はこちらです、タヒチ、あ、ほら海だよね、ああ、もう若い頃からの夢、あ、でも行かれたこともない、はい、はい、分かりました、
私と同じじゃん。嬉しい。嬉しいじゃない。タイチって何国の国の名前？私確か国かな、わかんないんですけど。タイチはですね、島なんですよ。島かな。やっぱ島、島だよね。どこの、はい、どこの国なの？フランス領。フランスか。オリエンシアで最大の島なので。とにかくなんか島だと名前が出てこなくって。はい、ああ。でっかい島のオーストラリアにしちゃったんだけど。でも、ということはそうです。南の島で海でというイメージがあっていたので、一応なかなか頑張ってでしょ。はい。だから難しいので、だからこれは 0.5 ポイントぐらい上げてもいいのかなと思いますので、はい、0.5 ポイントいきましょう。はい。さっきのと合わせ技みたいなので、ね。そうですね。合わせ技です。はい。近いんですよ。いや僕はいろいろと。土田プロのお答えを聞いてさすが土田プロだなって思うところも多かったんですけど、さすがにそこに合わせてきてるっていうのは一応ピントは割と近づいて、ピント合ってますね、ド外れがないもん、ね、ド外れがないですね、はい、だんだんこう近づいていきましょう、そうそうそう、はい、いきましょう、はい、ピンクの時も一応ピンクじゃないかな、でもひねってだったもんね、そうだったんですよ、二択で確実に言ってましたからね、うん、はい、ということで続いていきましょう、はい、続いての質問はこちらです。好きなお菓子は何でしょうか。この人お菓子好きなんだよな。あ、好きなお菓子。甘いもの好きなんだよな。甘いもの好きなんです、ね、うん。なるほど。お菓子、お菓子でも俺はこう詳しくないんだよ。お菓子が。なるほど。あまり甘いものは食べない。うん、僕が、うん、あ、お菓子が好きじゃないんで、お菓子ってどういうのお菓子っていうの？そうですね。まあそうですね。チョコレートとか。製品名？じゃあどっちだろう。これはですね、まあ、でももし製品名がドンピシャで当たれば当たったりすごいんですけれども、うん、製品名で言われちゃうんでね、こういうのって大体ね、うん、ジャンルでもいいんじゃないですか、なんかクッキーとか、うん、あ、そうかそうか、そうですね、まあ、そうですね、そのジャンル的なものでも、はい、おせんべいとか、なんかそんな、はい、甘いもんだと思うの、彼はお酒飲まないので、はい、甘いもの、うんうん、で、甘いものでどんなものがいいのかな、うん、難しい、なんだから、あんじゃない、例えばキノコのなんとかだとかさ、あ、キノコの山とか、山ですか、とか、はい、そういうの、そういうの名前言われちゃうと、はい、絶対わかんないよね、はい、あ、うん、キノコの山で言うとチョコ、まあ、チョコレート、そうか、チョコレート菓子、チョコレート菓子、チョコ菓子、わかりました、じゃあ、はい、チョコレート菓子で行ってみましょ う、はい、正解はこちらです。ありません。あ、なんだなんだって、お菓子食べない、嘘、え、嘘、甘いもの好きなの、ないです。あった、あ、やった、え、なんですか、え、カキピー、危ない、危ない、いや意外でしたこれは、これは外れ、さあということで、なんでカキピーが好き、意外とお酒、お酒飲む人がカキピーならわかるんだけど、そうですね、お酒のおつまみ的な感じがしますけども、これは意外でした、最初に真顔でありませんって言ってましたから、ケーキとか食べてることを見たことあるんだけどな、だから甘いものは結構食べる人だけど、お菓子は食べないんだね、きっとね、なるほど、お菓子って考えると普段食べないっていうイメージね、きっとね、意外な一面が見えますね、カキピーは意外、いやでもここは気を飛んでほしい、次に行きましょう、はい、続いての質問はこちらです。自分を動物に例えたら何でしょうか。さあ、自分を動物に例えたら何でしょうかという質問です。土田プロは自分は何だとお答えだったでしょうか。なんて言うだろうね、うん、これもなかなか彼が何て言うかを考えなきゃいけないんだよね、はい、怖い動物には言わないだろうな。なるほど、うん、羊、羊、あ、モコモコして可愛らしい、なんか、はい、そんな感じ、優しそうな、優しそうなイメージということですね、わ、うん、かりました、では見てみましょう、正解はこちらです。子羊、なんだ今からうまいじゃん、はい、うま、はい、残念、あ、正解は馬でした ね、馬、羊、1年ずれたな、うん、あー、なるほどそうですね、タツミ、馬、羊だもんな、確かにそうですね、干支的に1個ずれましたね、うん、昔のイメージかもしれない、なんかプリンスって言われたらなんか馬のイメージが、そうかそうか、うん、よくいるね、馬の上でも、あ、そうだ、白馬のプリンス、そうだ、ね、はい、あくまでプリンスはプリンスだという、はい、馬でございました、はい、なかなか難しい、なかなか難しくなってるね、やっぱり当たんないもんです、はい、頑張りましょう、続いての質問いきましょう、はい、こちらです。一番苦手なことは何でしょうこれも漠然としたやつだね、一番苦手なことは何でしょうか。そうですね、ちょっとあえて漠然とした聞き方をしてみます、うん、そうだよね、はい、このクイズはそういうクイズだもんね、そうですね、はい、彼が何というか、はい、苦手なこと難しいね、うん、何でしょう、何だと思う、じゃあロボ、うん、ロボちょっと待って、なんかスピリチュアルな方なので、はい、逆なんだろうって言ったら、あ、そうか、ロボみたいな、あ、機械に弱いとかそういうことですね、あ、そうそうそう、コマゴーのことじゃなくて、違います、ロボに弱いっていうロボというとコマゴーかと思って
とかロボと戦うみたいな感じになっちゃう。確かにロボ VS 志田さんも見たいですけど。なるほどね、ロボね。だからそういうの、そうね、苦手、はい、お酒飲むことも苦手だろうけど、そんなの言わなそうだよな、うん、女性と話すこととか考えやったりとか。ああなるほど、ちょっとプリンスか、あえてちょっと、はい、ありますよね。なるほど、わかりました。聞いてみましょう、はい、女性と話す、女性と話すことですね。わかりました。だ、正解言ってみましょう。言うわけないな。こちらです。牛乳を飲むこと。全然違う。全然ダメらしいです。これはやっぱり ここまではちょっとね、あの想像つかないね。わかんないですね。牛乳飲むのが苦手なんですね。そうなんだ、牛乳苦手。これから牛乳差し入れに。前飲むとか対局長いかね。そうだ、対局長前に一回ダメージを与える作戦として、水にしていて、美味しい水。そうですね、はい、ペリエだよって嘘ついてあげたらいい、あげたら牛乳作戦でいきましょう。牛乳苦手なのにめっちゃ、ね、身長高いし。本当だね。普通ああいうのって、ああいう 体、あの体型の人は子供の頃牛乳いっぱい飲んでるってのが多いんだけどね。ね、そうですよね。絶対ダメって言われてましたもんね。ね、すごいね、ダメなんだね、はい、相当苦手なんですね、きっと、はい。それでは続いての質問に行きましょう。続いての質問はこちらです。とても嬉しいことがあったとき叫ぶとしたら何と叫びますか。とても嬉しいことがあったときに叫ぶとしたら土田プロは何と叫ぶでしょうかと。わーい、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 わーいと喜ぶ感じで、わかりました。じゃあそれで言ってみましょう。正解はこちらです。やったー、あ、やったのこれもその2分の1だったんやったのだった。やったって僕がやっただったの、自分が。あ、そうです。そう。それでやっただと僕と同じになっちゃうから。うん、なるほど。ワインに。なんと、土田プロもやった。ね、同じだった。僕と、はい、やっただった。嬉しい時はやっぱやっただですね。さあでもこれはちょっと今また不正解でしたので、ここでちょっとチャンネル合わせて正解をぜひ取っていただきたいと思います。はい。続いての質問に行きましょう。続いてはこちらです。死ぬまでに一度やってみたいことは何でしょうか。全然見当つかない。わかんないですね。死ぬまでに一度やりたいことですね。この人が死ぬまでにって聞かれた時に何て言うだろうね、はい、いろいろ可能性がありそうですよね。そうそう、なんかとんでもないこと言いそうな気がする。ああ、でもその何が ね、とんでもないことだから難しいよね。そうです、なんかこうスケールが大きい感じは ね、とんでもないこと言いそうだね。月に行きたいとか。そうそう、それみたいな。なんかそういうイメージ、イメージ。それで行く。え、マジっすか。いいそう、宇宙旅行みたいな。宇宙旅行。宇宙旅行。なるほど。宇宙旅行。それで行くか。宇宙旅行でいいや。宇宙旅行でいいですか。わかりました。それで行きましょう。行きましょう。正解はこちらです。世界一周。あ、惜しい。惜しいですね。惜しいですね。まだ宇宙じゃなかった。宇宙ホテル。そうですね。まだ宇宙じゃなかった。まだ宇宙じゃなかったですね。世界見てからだ。地球だった。一回地球全部行きたい。そうだった。特に大飛地。大飛地を含めて世界一周か。そうだったんですね。いや、惜しかったですね。宇宙ほどじゃないんだよなっていう、ちょっと宇宙ね、そっか、はい、さあこれでも惜しい、はい、それでは続いての質問に行きたいと思います。ま、続いての質問はこちらです。子供の頃なりたかった職業は何でしょうか。さあ子供の頃なりたかった職業は何でしょうかという質問でございます。彼の子供の頃は何に憧れていたのかを想像する、はい、だよね。初めてお会いしたのっていくつぐらいですか。それはあの麻雀会に入ってからだから、はい、大人になってからだからね、うん、彼が子供の頃に夢を見たこと、はい、例えば僕なんかだと野球少年だったんだけど、彼はそうじゃないな、うん、そういう方じゃないね、うん、スポーツ、スポーツは何やったんだろうな。でも野球じゃないと思う、はい、音楽も聞いたことないな。なんだろうね、なんだと思う。なんだろう、あ、なんか言ってたかな。医者、あ、ブラックジャックみたいな。嘘、全然わかんない。まあ、でもかっこいい、かっこいいよね。全く、ね、はい、全くわかんないから、はい、わかんないから。じゃ、これはお医者さん、お医者さんにしてみましょうか。わかりました。じゃ、正解見てみましょう。正解はこちらです。哲学者。あ、小さい頃、はい、哲学者、哲学者ですね。ね、哲学者。うわ、全然わかんないね。哲学者でしたね。確かに、確かに、あのスポーツマンでも、うん、ミュージシャン関係でも全くないところではあったんですけども、研究者的な感じですよね。そうですね、はい、こうちょっと突き詰める感じの職業ということで、哲学者になりたいなんてガキいるか。
ねえ、そうですよね、ちょっといないでしょ。確かに子供の頃に哲学ね、子供の頃だよ。哲学って何みたいな感じで、ね、これはどうやら真偽が彼らしいからいいですけどね。そうですね、あの土田プロらしい感じがしますね、はい、まあ、ということでですね、はい、今現在前半終わりまして、今のところポイントが 1.5 ポイントということで、はい、まあ、予想通りですね。でも1ポイントはね取っていますから、なんとか後半巻き返してですね、はい、今までの最高得点7ポイントなので、ぜひそれ目指して頑張っていただきたいと思います。ということで引き続き皆様お楽しみください。以上、前半戦はここまで。またねー。